今40さんの工場にやってきました。初めてね、こういうゴルフのギアの工場に来るの初めてなんですごい楽しみです。軽くフィッティングさせていただいて、何かゲットして帰ろうかなと思ってます。行ってみましょう。ドーピン行きたいと思います。こんにちは、ご無沙汰してます。お邪魔します。今日案内していただく池田純さんです。いつもプライベートでも回っていただいてお世話になってます。よろしくお願いします。はい。今検査室。はい。工場で作ったヘッドをすべてここで検査して。なるほど。はい。でチェックして。はい。それっていうのは重さとか角度とか。角度とか、あとフェースの溝の形ですとか。はい。フェースの平面ですとか全てのこと。それはもうじゃあ人が全部チェックして、でダメなやつは弾かれて。そうです。なるほど。これは全部検査終わったやつです。検査済み。全部こういうのって検査してからシャフトさしていく。そうですか。じゃあもう。先にガチャ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 全部組み上がったものを検査するんじゃなくて、ヘッドはヘッドで検査してってことですね。ここの検査は、使ってるとそういうガイロフトもそうなんですけど、こういう溝の中の、溝の中の角度がちゃんと保たれてるかとか、フェースの平面度、こういうのがちゃんとぴったり基準になってるか、そういうところもチェックしてます。なるほど。あとここはアイアンの今フェースの平面度を測る作業をしてます。平面っていうと、もうぴったりまっすぐに肉眼では見えるんですけど、微妙に 0.0 何ミリこう歪みみたいなのがあるんで、それがちゃんと交差内にできてるかどうか。なるほどなるほど。それは何かそういう測る器具みたいなものがあって、それ測るんですか？そうですね。あれで測るんですか？これはウェッジ。はい。ウェッジの何を測ってるんですか？ここはそうですね。ここの溝の深さですね。このスコアラインの溝の深さ。これまた違う機械で測ってるんですね。そうですね。これ針があってて、溝の中に入れてこれを測りますね。ああ、本当。何箇所か、4点かな。スコアラインの深さをこれで。それ見るんですか？これで。結構ゴルフクラブって単刀でバンと打ってしっかり形ができるんですけど、最後に仕上げで削らないといけないんで、その辺の職人さんの削る時のもう 0.0 何ミリぐらいの差が構えた時に歪んで見えたりつながってしまうんですよね。なるほど。その辺をしっかり構えた時にちゃんと見えるようにチェックしてます。へえ。今アイアンのこれは最初のサンプルノック。この辺がだからやりかけ。この辺を仕上げていって。これはこのパテ埋めしたり削ったり。これで測りながら。これだってプロの意見もやっぱり反映されたりするんですか？そうですね。プロといううちの場合はどっちかというと。うまいアマチュアとかのが多い。なんかそのトップアマの方たちがすごい、特にアイアンとウェッジを使ってる方が多いなっていうイメージがありますね。じゃあそういうアマチュアの方たちから吸い上げて、意見聞いて。なるほど。はい、ここはカスタムオーダーなどが入ったりプロのクラブだったりを、組んでいる。加工する場所です。今は某プロのクラブをここで組んでおりますね。これってプロのオーダーで少しオープンにさせてくれとか、ちょっとクローズにさせてくれとか、やっぱそういうのあってそれ通りにやっていくって感じですかね。いろいろ長さとかバランスとかっていうのも注文を受けてますので、うん、はい、その方に合ったように。なるほど。はい。これは今何をしてるんですか？今グリップを入れるために、はい、まあガソリンをですね、うん、ホワイトガソリンって言うんですけど、それを流して少し滑り、そうですね。これは刺して時間が経てばそれはこう蒸発するというか、そうですね、はい、滑らなくなるってことですね。はい、まあ3、4時間置いた方がいいですね。3、4時間。結構オーダーとかだと、はい、いろんなバランスで組まれる方いるじゃないですか。はい、そういう時ってこれでバランスをここで測って取るって感じですか？はい、そうですね、一個一個ヘッド重量がやっぱ高さがあって違うので、その希望のバランスに添えるようなヘッドを一晩と一晩って選んできて、なるほど、それでセットにして組み立てる。じゃあそのヘッド自体もさっきみたいなところで検査して、その重めに出てるやつ、軽めに出てるやつっていうものがちゃんと置いてあって、じゃあこの人はヘッド重めに出したいから、じゃあ重めのヘッドを使うとか、そこからもう組む流れを決めてるってことですね。でここで最後の微調整。そのじゃあどちら最終的にぴったりそのバランス出すときって。どうするんですか？最初には単語するの粉、粉、これはね、単語するの粉なんですけど、これを0.1とか0.2とかちょいちょい詰めながら、どこにですか？一番先っちょ？はい、シャフトの、シャフトの根元の方ですね。あ、この中に、この中に入れて。バランスを取る。じゃあシャフトを刺したその先っちょみたいなイメージってことですかね。普通結構組み立ての工場とかだとラインで一人がこう、例えば自分がこうグリップ刺すだけとか接着するだけとか、そういう部門部門で分かれたりするんですけど、うちの場合のこの特殊のところは一つのセットの流れがあるので、その流れの中で一人の人が全部をちゃんと組むっていう。ああ、なるほど。あ、じゃあその1セットは1人の人っていう。じゃあばらつきがそこでも抑えられるってことですね。はい、なんか結構こうなんかね、バラバラのやつとかよく売ってるみたいな話聞くじゃないですか。じゃあそういうのがもう極力出ないように。じゃあもう普通に製品として売られてるものもそのセットごとにセットで買えば、まあばらつきがほぼなくバランスは取れてる。なるほど。はい、それは安心ですね。すごい効率は悪いんですけどね。ああ、いやでもそれ使う方はね、絶対それがプロの方とかこう支給されてるものってすごいね、ちゃんとバランスが取れてると思うんですけど、アマチュアの方がねこう買ったりする時ってやっぱそういうの心配だったり、あとはまあ工房に持ち込んで組み直したりとかするじゃないですか。でそういう心配がねなくてすごいいいなと。プロのモデルものもアマチュアのモデルもすべてここで組み立てるんで、同じ場所で同じ工程で。皆さん14しかないですよ。それ僕ねもう超アイアンはそれすごい気になるんで、なんかいつもクラブのせいにできないじゃないですか。そういうのが揃ってるとなんかそういうのを聞くと本当に安心するというか。なるべくクラブのせいにできないような。できないね。そうですよね。なるほど。そう。オーダーすれば皆さんもここで組んでいただきますよ。